んあ、今週の金曜うーん。俺は特に何もないと思うよ。何飲み会誘われたのおいいじゃん。行ってきなよ。俺のことは気にしなくていいから。会社の人ああ、大学の時の友達。へえ。あ、そんな久しぶりなんだ。いいじゃん。楽しんでおいで。 場所、どこらへん帰り、迎え行くよ。あ、今、LINE してんだ。ん知らない男の人も来るってへえ。え、合コンなのそれもしかして。わかんないって。そうだったら、行くのうーんって。はぁ、あ。なんだって 友達、合コンだってっていうかさ、彼氏いるって言ってないのその子に。言えよ。言ってないから誘われるんじゃないのも、もしかして、行こうとしてんのお前。はあ。はな、あ、んでもねえよ。返事したのなんて 合コンなら行かないっておおだよなそうだよな行くっつったらどうしようかと思ったわはあっていうかそもそも迷ってた時点でアウトだからないからマジで断ったんだからそんないらつかないでよって、はああいらつくよそりゃお前それ俺が同じように迷ってたらどう思う 嫌じゃないの嫌でしょ俺のこと試してんのふぅ。<laughs> そういうとこなんだって。お前さ、俺に愛されてること、どっかで当たり前だと思ってない何やっても、俺はお前から離れないって思ってない確かに、ずっとそばにいるとは言ったよ。言ったけど、 こういうことされるとさいやいいよ謝んなくて断ったんだしごめんちょっとしばらく向こうの部屋にいるわ先へ風呂入っていいからうん,んだよ だけど。だからいいってもう謝んなくて俺がお前のこと好きなのは事実だしお前が俺のこと好きでいてくれてるのもちゃんと分かってるつもりだからただちょっと不安になったっていうかどうなのって思っただけ。 ねえ。一人になりたいんだけど、しがみつかないでよ。苦しいって。はあ、分わかったよ。わかったから、話して。はぁ、あ。なんか、 言いたいことあるのうん、だから、もう、ごめんはいいって。俺が欲しいのは、そういう言葉じゃない。ん聞こえない。好きうん。俺も、愛してるよ。<laughs> お願いだから、俺の気持ち、軽く扱わないで。俺の、愛してるに、慣れないで。いいうん。うんうん。ぎゅ。<laughs> うんお風呂一緒に入りたい うん。わかった。入ろっか。じゃあ、先行ってて。すぐ行くから。